下からのさあ伊集のぞみ風林子はぐれらおからでございますが、カクカクだらか質さあ、アラさん放送、アラさん放送ありましたら貼ってください。アラさん社長が落ち着きないんだよね、うるせえな。いやあのね、違うんですよ、落ち着いちゃうとねギャンブルの良さが消えるんですよ。なんか お前ら NHK で競馬やんねえだろ。NHK で築浅の方じゃないですよ。そんなあのね、落ち着きチャンネルでギャンブルとかね、なんかやんないでしょ。こういうなんていうか、タレントみんなで盛り上げようぜみたいなことやんないでしょ。さあというところで皆様、 G1 クラシックやるか。じゃあいいや。パーパパ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 って流れてる。築浅パーパパ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 。自分が NHK って言ったな、笑。ちくわ、ぷわ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 。攻撃見て、攻撃見てるよ。キッズ邪魔やめて、攻撃。よ、アラさん来た、一番人気。はい、皆さん、一番人気のアラさん放送はこちらのアラさんコメントでございますが、アラさんね、アラさん決勝まで上がってきますよね。アラさん決勝まで上がってくるということで、こちら。はい、のぞみさん29ブスイグナイトさん8、篠地4、98ブスアラさん2。さあ、というところで皆様、今ね、イグナイトが超勝ってますね。イグナイトがめちゃめちゃ勝ってますね。イグナイトこれ、昇格ですね、勝ったら。イグナイトこれ勝ったらね、フィグ2昇格ですね。でもなんか多分ね、ずっとルームいる人ってもうみんな仲良くなっちゃってね、抜けたくないんですよ。あげたかったらあげます。あげたくなかったらそのままいてください。イグナイトが今日なぜかガチギャンブラーと付き合いがあるということだけは分かった。貼らないでしょ、ワルガスさんとかコロボモさんとか。わざわざ貼らないでしょ。イグナイトが優勝したらこれね、格上げ、ギャンブラーにも支持される。このフィグコロ3勢ということで、フィグコロ2-3最近ちょっとあの目立つ場所がないんで、ここで上げておかないと。さあ、移住からがこちら。さあ、560個ニコ動画。今日ね、今日20枠絶対ない。あ、今日2時で2個ニコ動画聞くと 100% ない。100% ない。ちょっと俺明日、明日仕事なんじゃない？ちょっと明日仕事なんじゃない？ちょっと待って。これ圧倒的。明日の仕事の時間でこの実況、この後の実況のテンションが決まるんだけど、あれ？あさって、お、木曜日健康記念日か。さあ、皆様、ということで、あれ？これでも結構、あれ、イグナイトは強くね？おい、イグナイト強くね？マジで。あれ、これ普通に強いな、この人たち。有名プレイヤーですか？フィグコロ無名兼有名プレイヤーですか、これ。強くないですか？レイジ、さっきなんか、福島さん強いよとか言ってたもんね。レイジ、福島、イグナイト、こちら、ユー。あれ、これちょっと来ちゃうか、これ。来ちゃうか、これ。243対557からが、残り時間が1分34秒から。さあ、こちら、徐々に削っておりますが、移住選手は、おの、のんちゃんが僧侶。風林子魔戦のはぐれらおがバトルマスターということでね。ね、バトルマスターなんか頑張ってほしいよな。バトルマスター今マジオワコンとかやるから、ちょっと頑張ってほしいよな。俺バトルマスターで行くから、ほんと。当分バトルマスター行くから。このメンバーいつも30歳。ほんとかよ。ほんとかよ。お前知らなかったよ。30サバ情報。さあ、イグナイト、別に。まあ別にね、あれだよ。弱小トーナメントじゃないからね。無名トーナメントだから、ぶっちゃけお前ら。別に初心者トーナメントじゃないから別にいいですよ。ぶっちゃけ。普段フィグコロに来てくれてない人が来るというコンセプトですから、全然いいですよ。はい、別に、はい、そこら辺皆さん勘違いしないように、初心者トーナメントじゃないですから、実力ある無名トーナメントですから。さあ、242からの558、いやー、これはさあ、まだからの、さあ、ここで移住逆転か。ここレイジさん落とせば逆転ですね。さあ、レイジさんを落とせれば逆転ですけど、さあ、ここでチャジタやられて移住落とされて、ベホイム中段からの、さあ、ここでマダンテが打たれましてからの、これがドカンとマダンテ打たれまして、ハグレラを落とされてからの、さあ、これがのんちゃんも落とされてからの、さあ、これはやばいか。さあ、バッサバッサと言い換えてますが、
さバッサバッサと行かれてからの移住がここ行かれてからの風林湖が行かれてからのさ圧倒的大差は670対130ということで、さあこれは優勝候補かイグナイト、さあイグナイト、さあこれは圧倒的勝利はイグナイトでございますが、下手すぎはまたゴールドゲームだ、ちょっと強いな、ちょっと強いな、移住選手がちょっとえげつねえ、いや俺ほんとごめん、俺ほんとね